が、2019マスダマントマトバンドフェス、マト公演でということで、やっております。本当に改めて紹介しますと、そうですね、一番最初は、まあ、こうしてあの地域センター、マスダで4カ所ありますが、その中であのいつもこう活動してらっしゃるバンドの皆さん方が、まあ、年に1回その同じ地域センターの中でも、まあ、バンドフェスっていうことで称してお客様をお招きしてっていうことで、やってきた、バンドフェスでしたが、まあ、去年からあのここに野外ステージに飛び出てということで、まあ、この暖かい時期にということで、やってます。まあ、今回はなのでそうですね、桜とともにというか桜祭りの最終日、まあ、葉桜もこれもこれで綺麗だなというこの散り方を見ながらの、バンドフェスになってますが、続いての、マス中音楽部の皆さんは本当に、バンドフェス始まった頃からという活躍されている、皆さんです。もう本当に聞きなじみのファンの方も多いことかと思いますので、ぜひゆっくりじっくりお楽しみいただきたいものです。マス中音楽部の皆さん、準備のほどはいかがでしょうか。もうそろそろ、まだまだもう少しはい、はというような本当にこの準備の模様からも本当にオープンで、たくさんの方にお楽しみいただければというところでやっています。でそして、会場でお楽しみの皆様、それぞれの場所からどうでしょうか、あのボーカルの声だとか、ベースの声だあの音だとか、どのように聞こえていらっしゃるでしょうか。あの遠くから聞いていただくのももちろん良しなのですが、おすすめとしてはやっぱりこの目の前にせっかくなので座る場所を設けてますし、音響的にはやっぱり真ん中からかなというところで、あのこう桜でこう見えないっていう角度とか、そちらでなくてぜひ近くでたくさんのお客様にお楽しみいただきたいところです。まだあのお席も用意しているところも、ありますので、ぜひ集まってお越しいただきたいところです。そしてあとはそうですね、まあ、今日あの最高気温がここ増田でもこう26度ぐらいになるんじゃないかっていうところもあの見込みでありますので、ぜひあの脱ぎ着をされてとか、まあ、中にはあの直射日光のところを避けて、葉桜の下で日陰でお楽しみいただければというところであります。 OK、 そろそろ OK という言葉が聞こえてきましたが、改めまして、ここから30分じっくりお楽しみいただきたいのがマス中音楽部です。どうぞお楽しみください。他と一緒に泣きとはありません。どこへ行くね、何かええことあったね、住む気になったら手紙でも出しんさいや。
許されることじゃろう。自分の明日さえ目に映りもせんけれど、おせっかいなやつやと笑わんと言いてくれ。中盤です。よろしくお願いします。マス中バンドって言いますけれども、マスダ中学校とは関係なく、マスダ中年音楽部の、略です。マス中音楽部です。よろしくお願いします。で、1曲目は吉田拓郎の唇を噛みしめてっていう曲ですけれども、普段はオリジナルを中心にやっていますので、また聴いてください。続きましてオリジナルの曲で、オンザロードという曲です。
ございました。見てる皆さんも暑いと思いますけど、ステージの上もすごく暑いです。日陰の人は涼しそうです。続きましての曲も、オリジナルで1970という曲です。いいかな。
ありがとうございます。次が最後の曲になります。こちらはあまし、ライブ活動を、なかなかできないですけども、週に1回集まって、練習しています。で最後の曲は、燃焼という曲です。今来てないですけども、うちらのメンバーが30年以上前に書いた歌です。聴いてください。燃焼。
しやるなら見定めてみたい気もする。怒りを飲み込んで何になる。二つの拳に表せ。言葉少ないに人生語るより、断ち切れる力で突き進め。まやかしの運ごまかされるな。愛想はないが何より得意な人もいる。欲しくないかい一杯の水、汗を流してみるがいい。声が潰れるのもいい。腕が砕けるのもいい。足がちぎれるまで走り続けてみたいよ。優しい心と笑顔ありがとう。ありがとうございます。マッシュ音楽部でした。ありがとうございます。はい、ということで、なんか割り込むのがすごく申し訳ないような、なんかいい雰囲気ですけれども、ビールいただきました。ありがとうございました。なんて、マッシュ音楽部の、皆様の演奏でした。さて、本当にビール来ちゃいました。なんか私も今ですね、この燃焼、燃え尽きるまでっていう歌詞がすごくもう印象的で、聞きなじみがあるというか、もうこの曲知ってますというお客様も多いかわからないんですけど、なんか飲んだら心も軽くなるだろうっていう一番の歌詞にちょっとほっとしたところで
って言っていただいちゃいました。ということで本当に何でしょう、団体の方々それぞれのこう特色というか、お人柄というかキャラクター性というか、本当に今日6団体全てをお楽しみいただきたいところです。というもう本当に今マスチ音楽部のところまででもう2バンドお楽しみいただいた、ただいま時刻がですね1時40分台ということに、なってます。ちょっと今日この後ですねまだまだ延べ4時間という予定で、今日 のバンドフェスライブここで続けていきますので、この後のちょっとご紹介を、いたします。この後ですね、2時からと予定していましたといいますか、そのようにお聞きになってたお客様もいらっしゃるかもしれません。ちょっと今少しずつ15分ぐらいかな10分ぐらいかな少しずつ時間が繰り上がりながら予定よりも、早くに全身全身でやってますが、レインメーカーの、皆さんの演奏この後、お聞きいただけます。今準備中でございますがというところです。それから、そこをレインメーカーの演奏を30分お楽しみいただき、その次がですね、岸和春と、ブルーハワイアンズという、バンドの皆さん、このバンドの皆さんはそうですね、バンドフェス増田バンドフェスに、出られるのが今回初ということなので、だからこそ心待ちにしてらっしゃるお客様、これから集まってこられる方々も、いらっしゃるのではないでしょうか。で、そうこうしてるとそうですね3時台とか一番熱い大丈夫かなお客様もとちょっとこちらもできれば配慮しながらやっていければと思うのですが、3時20分ぐらいからと、予定しているのがドレッドキングズの皆さんの演奏。ここら辺からはもう何でしょう、体感でいくともう本当に時間が最後まであっという間という感じになるかもしれないです。そして、最後16時、夕方になりますがまだきっと明るいでしょう、4時からというところで、こちらもファンの方多いと思います、ブービーブラザーズの皆さんの演奏でということで、夕方、4時台まで、もしかしたら5時近くなるかもしれないです。そこまでずっと全部とにかく生で、ライブで様々楽器もいろんなものが出てきますし、歌声もとかこう歌を聴いていただいてそれぞれのっていうところをお楽しみいただける、そういった、バンドで、屋外で今日一日を通して、お昼からやっております。改めまして、この2019、増田マウントマト、バンドフェス増田バンドフェス増田バンドフェスということで、2014年のその時始まった時はいわゆる文化の秋、芸術の秋じゃないですけれども、そういった時期的なもので、室内でというところで、始めたものであります。で1回目2回目3回目4回目と、普段バンドの皆さんが普段から活動している、いわゆる練習だとかをしている合わせをしている、地域センターでということで、開催してきましたが、今回は5回、去年5回目という運びで今回6回目の運びということで6回目の開催で、ちょうど同じ数字の6つのバンドでということで、開催しております。ちなみにですね、すいません、私もちょっと手際よく今出せず言葉が止まってしまいましたが、これです。ちょっと近い方見えますか？カラーのチラシだとかポスター、今回のこのバンドフェスのものをご覧になった方いらっしゃいますでしょうか？ちょっと今日の葉桜よりももうちょっとピンクな感じの、こんな感じの、ここの的公園の景色を映した、そういったチラシお手持ちの方ももしかしたらいらっしゃったかもしれないです。なんかこれすごく裏番組的なちょっとしたプチ情報じゃないんですけれども、今回その2014年からのトータルした時に6回目の開催だということで、チラシの、これどっちだ、右上の方、ここですか、この辺ですね、のところによーく見るとこう6っていう数字をなんか隠して、これまでこう継続してきました、これからもこの6でとどめず7、8、9、10っていくんですっていう、こう
出る方々のこう意気込みみたいなものが、実はよくポスターとかチラシとかの端々を見てもなんかこう面白いところがあったりなんかしてとか、私からのこんな話だけじゃなくて、ぜひあのバンドの皆さんもあの入れ替わり立ち替わりこうやってあのお客様に近いところでライブしてます。もしよろしければ、そうですね、こう演奏終えられたらとかっていうところで、ちょっとバンドされてる方を捕まえてみて、これってどういうバンドなの、どういうライブなのっていうのを改めてちょっとこうお客様から、バンドしてる皆さんにちょっと声をかけていろいろ聞いてみてはいかがでしょうか。そういった楽しみ方もしていただけるとすごく嬉しいです。ということで本当にあの近い距離でお客様にも楽しんでいただければありがたいものです。ですね、まあ、ここ特設ステージということで、あとライブステージで野外ステージでやっていますが、近くにここあのお席今回は用意しています。去年は、あれなんです、ブルーシートをちょっと広げて皆さんに靴を脱いでいただいて座っていただいてなってご案内をしたんですけれども、まあ、今回はそうですね、あの小さいお子さんお連れの皆さんだったりだとか、まあ、そのままあの靴を脱ぎ発揮しなくてもいいようにというような感じで、皆さんにこう腰をかけて座っていただけるところ、3列ほど、ここに用意しています。もし近くで聞きたいという方いらっしゃいましたら、この音はもちろん遠くまで、届いてますでしょうけれども、ぜひ近くでもお聞きいただけると、集まってきていただけるとありがたいです。さて、レインメーカーの皆さんいかがでしょうか。ご準備のほどはもう少しでしょうかね。あ、やってないです、失礼しましたということで、なんかビールをいただいてなんかそのいい雰囲気で次に流れちゃいましたが、マス中音楽部の先ほどご披露くださった皆様いらっしゃるかな。ちょっと聞いてきてみますね。マス中音楽部の皆様お疲れ様でございました。すみません、本番終えられてからで改めてなんか呼び込んじゃいまして、もしよろしく改めまして、マス中音楽部の、クリア十一さんです。本当はあのリーダーの長里が喋るはずでしたが、すいません、ここでぐるぐるしちゃいましたが、はい、ということで改めまして、それぞれのお名前ちょっともう一度伺ってみてもよろしいでしょうか。はい、長里です。はい、クリアです。よろしくです。よろしくお願いします。ということで素敵なあの歌声と、あとそれから、ドラムと聞かせていただきましたが、30年前のからのもう作られた曲ということで、最後 の年少の曲は特にもう本当に思い出深い曲でもあったかもしれないですが、どうしたらというか、何でしょう、こうあの爽やかな感じ、こう30年前と変わらない感じって、なエネルギーはどこから来てるんでしょうかね。作ったメンバーのことを考えながらいつも歌ってます。30年前当時の作った時のこととか、そういったことでしょうか。でも基本今も皆様変わらず仲良くやってらっしゃってでしょうか。はい、大の仲良しです。ありがとうございます。クリアさんからするといい。そうですね、私はこのフェス始まるちょっと前から復活しまして、でその30年前の曲を知ってますので、できるだけ今風に叩きたいなと思って、やってます。若さを忘れず、還暦過ぎてますがありがとうございます。という、そうなんです、あのマス中音楽部のお名前の由来も最初の方でこう聞いていただきましたけど、でもなんかその私みたいなのが言うと生意気がわからないですけど、その中年っていうところになんかこう殺爽さを感じるというかいいですよね。なんかこうもう少しするとマス校音楽部になる可能性もあります。高校っていうのは高校の校じゃなくて高齢者音楽部へ移行するかもしれませんので、でも本当にお年を召されてもというか、いつまでも変わらずなんかこうこの増田の中ですぐ近くでこう歌声聞かせていただきたいものですよね。ということで本当にありがとうございました。またぜひいろいろなところでお聞かせください。ありがとうございます。ありがとうございました。ということで、ちょっとマスチュー音楽部の皆さんから改めてお話を伺ってみました。レインメーカーの皆さんいかがでしょうか。そろそろお聞かせいただいてもよろしいでしょうか。
ああ。